クロちゃんは実は明日突然丸してもおかしくないと宣告されており、2型糖尿病や脳動脈瘤など命に関わる病気が発見され、医師から様々な改善方法を教わり全て実践しているというが、実際は何もせず処方された薬もまともに飲んでいなかったため医師からはため息が漏れ、あなたは自己管理ができないから実家に帰った方がいいと言われた。石田純一は余命8年と宣告されており、肝機能の数値が異常に高く、酒を飲んでいなくても常にダメージを受けている状態だと言われ、禁酒あるいは狩猟を減らすことを勧められかなり落ち込んでいたが、現在は再生医療によって改善したという。彦摩呂は脂肪の量が基準値の3倍もあるとして余命3年を宣告され、心臓の周りにびっしり脂肪がくっついているといい、病院で様々な指導を受け2週間で20キロの減量に成功し、長生きするために今後も適度な運動と食生活には気をつけたいと語っている。宮迫博之は人間ドックでスキルス胃がんが発見され、放置してたら余命半年と言われ目の前が真っ暗になったが、初期段階で発見できたのは奇跡だと言われ手術によって根治した。